読谷ファーマーズマーケット巡対市場は今年で12周年を迎え、4月22日、23日の両日に12周年祭を開催することができました。来客数も令和4年度は前年に比べ31,324人の増加をいたしました。これもひとえに生産農家をはじめ関係者の皆様の多大なご支援ご協力と地域の皆様に支えられたことの賜物と心より感謝申し上げます。令和5年度はコロナ禍も収束に向かい、さらなる飛躍の年と考え、当巡対市場は生産者の所得向上のための積極的な販売戦略、お客様に支持される店舗づくり、地域農業のさらなる発展に取り組んでまいります。私たち生産者会はこれからもファーマーズマーケットの基本理念である地産地消の推進とお客様への新鮮で安全な農産物の販売に努め、読谷村の農産物拠点施設農業振興の中心としての機能を発揮するファーマーズマーケットの店舗運営を進めてまいります。本日の大会を契機に、私たち生産者はさらなる品質と生産力の向上を図り、消費者に選ばれる店舗作りを目指してまいります。また読谷村 JA 沖縄農業関係者各位におかれましては、私たち生産者が地域の農業発展に貢献できますよう、今後ともますますのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。日頃より生産者の皆様には新鮮で安全安心な農産物を出荷していただき誠にありがとうございます。また生産者会をはじめ読谷村並びに関係各位の皆様におかれましては、巡対市場の発展に多大なご支援ご協力賜り誠にありがとうございます。さて、近年では農産物に対する安全安心志向が高まっており、地域で生産された農産物を地域で消費する地産地消が高まっております。先ほどありました、今回、令和4年の実績につきましては全体で、78億の前年のものから今年の令和4年度ですね、83までいっております。ですから、読谷についてもですね、6億いたということで、最大の最高のですね、額にヒットとなっております。巡対市場におきましては販売6億を超え過去最高になっています。成果物の販売のため学校給食への供給、そして県外ファーマーズマーケットへの販売の促進も行っております。今後とも強化していきたいと思っております。